どうも世界100億人の数少ないからファンの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。はい、11月2日の朝です。はい、朝です。めっちゃそうですね。すんごい眠い。志村さん全然寝てないですからね。寝てないよ。いやー、編集ばっかりして大変だと思う。まあでもね、昨日やっとね、手の抜き方を覚えたんですよ。ああ、大事ですよ。マジで手の抜き方を覚えたら、もう7時間かかってたものがまあ多分2時間ぐらいかな出てくるようになったんで、これはもうかなりの進歩だと思います。こっから時間できます。あ、よかった。いや、いいと思いますよ、それで。そう言ってくれるとなんか救われるね、俺らも。でもその西村さんが2時間でやる多分仕事量は、多分僕が昨日見てて練習したら多分8時間ぐらいかかるなってぐらいのスキルだったので、全然十分だと思いますけど。そうなの、はい。じゃあよかったわ。しばらくはその方法でいくわ。時短方法でね。全然いいと思います。はい。やるともができるっていうのね、分かったっていうのもよかったと思いますし、確かにね、上は分かったしね。いい機会でしたね、本当に。はい、ということで、今日は朝から毎日特定なんでね、2人で出ていきます。はい。福島上京にだって1週間しかぐらいしかいないんでね、しっかり稼いでいきましょう。いきましょう、楽しみ。はい、いきます。よし。どうも、こんばんは。こんばんは。カブです。ミッシーです。疲れた。疲れたよ。疲れたの？疲れたよ、それ。疲れるでしょ。疲れてないんですか？僕は元気だよ。ビンビンだよ、こっちは。ビンビンならなんでカード抜き忘れて帰ってくるんですか？まあ、はい、ごめんなさい、疲れてました。途中ね、うとうとしてたから。目とかつぶってたから。いや、本当ですよ。いやいやいや。朝から並んで12時間以上ってば疲れますよ。まあね。まあでもなんかね、ちょっと慣れてきたからなって。初日最初の頃に比べてまだちょっと体力残ってる感はある。あ、すごいですね。まあちょっと慣れだと思うけどね、多少の。いやー、すごい。僕は今日途中ね、抜けて仮眠取ろうと思って、なんだ、あるんですよね、休める場所が、漫画とか置いてあるところに。だからいつも僕が使ってるリクライニングシート取られたんでね、ちょっとすみません、どいてくださいって言おうとしたんですけど、ちょっとさすがにそれ言えなかったんでね。言わなくてよかったよ。言ってなくてよかったんだよ、それはね。まあそんなことより今日結構勝ってねえか。使っていたらいいから。今日はプラス結局2人で2万1000円ぐらいでしたね。そうね。プラスになったらよかったけどね。ずっとマイナス域でしたよね。もう最初だけ当たって、今日振り返ると、まあね、最初2人で刑事執行を抑えたんですよね。そうそうそう。抑えてホールチェック、まあクリアできないかって僕だけが1人で見てて、仕事人のマネージの右打ちタップがなぜか落ちてたんですよ。そう、それね。なぜかすぎるんですよ、朝一から落ちてるって。経緯が分かんないよね、マジでね。いや、本当そうっすよ。電柱保留が残ってたんで、朝一でですよ。だから普通は誰からか貯めていったのかなと思うんですけど、なんかずっと見に来る人もいなかったし、なんか朝多分店員さんがなんか右にポンって言ってそれが当たったっていう感じだと思うんですけど、決して僕がね、貯めたわけじゃないですよ。そうそう。それを発見したので、まあそしたら打つしかないから僕が打ったらいきなりもうね、まあ単発だったんですけど、設定4の下が出たんですよね。設定4以上で4から6の下が出て、仕事人のままだよね。そうです。何て感じがしてるんですか？言ってなかったから。言ってなかったでしたけど、仕事人のままです。疲れてる、すいません。はい。でまあ仕事にで結構ね、へそがね、ノーマルでも回る時があるんですよ。でちょっと開け気味だったので、これは行くしかないっしょと思って、まあ仕事にアマと、まあ横にあったリングのアマレジも良かったので、結局1日打ったという形になりましたね。ずっとマネージだったね。はい、展開がかなり厳しかったんですけど、その後、僕はリング打ってて最高700ぐらいまでハマる、99分の1ですよ。700ぐらいハマって、時短がまあ50だから、時短除くと650ぐらいハマったという感じで、しかも続かないし、しかも年中だったら 15% が16ラウンドなんですけど、それを1回も引けず、今日1日5ラウンドに偏ってということで、かなりダメダメな僕は。まあ結果的にはですよ、神社尽くしますけど、結果的にはあんまり良くないところに触れたっていう感じで、でしたね。でしたけど、ね、西村さんがすげえ出たよ、最後ね。最後、いやもう今日完全に負けかなと思ったんですけど、最後に僕がずっと喋ってていいですか？あ、いいよ。21連チャン。すごくない？ねえ。21連だよ。だってあれ何？58% だったか？学園継続率。それで21連チャンですからね。楽しそうでしたね。楽しかったね。俺いつ終わんだろうと思ってずっと見てて、ずっと確変じゃんと思って。なんか負けそうになってもなんかすぐね、図柄ピヨンって変わるし、最後の最後でなんかピカーになるし。こう当たりダッシュ入ったらどんくらい連チャンしました？21連チャンのうち。はあ、8連ぐらいじゃん。あ、そんくらいですか。あ、もっといったかも。10連ぐらいな感じだった。まあそんなにいったかもしれない。なんかラッシュ中になんかスルスルって家計に入るパターンあるじゃない。スルスルってなんか一回ラッシュ入ってなんか障子が閉じてなんかバトルしましょうみたいなのが一般的かもしれないけど、無敵ゾーンみたいな感じでしたっけ。あ、そうそうそう、無敵ゾーン。あれがしばらく来て、あの辺でもう感覚がよく分かんなかった。 AKB も一緒ですからね。 AKB もその無敵なんとかラッシュみたいな感じと普通の当たってのラッシュパターンが用意されてっていう感じなんですけど、それと同じですね。いやとにかく気持ちよかったよ。あれで表記16000発ぐらいだったかな。すごいっすね。アワレジでね、爆発力が恐ろしい台だね。そう考えると小当たりがあるからね、そんだけ出ちゃってるもの。すげえ、すごいだ。あ、初めて打ちました。初めて打った。総出陣はね、仕置き人のあれは仕事人か。仕事人の初代仕事人を打ったことがあるけど、初代ってもう初代って多分初代じゃなかったかな。15年ぐらい前の話ですか。あ、そんな前。初代ってあって僕15年以上前かもしれないですよ。でも初代初代がもしかしたら俺が履き違えてる可能性あるけど、当時一緒に会ったのはなんだっけ。だって僕と西村さん、ほぼ年一緒ですよ。16歳とかになっちゃう。そうですよ。だって僕18歳で初めて打った時に出てきたのが仕事人の3ですから、初めて P フラッシュができたっていうのが仕事人3。あー、 P フラッシュあった気がするわ。じゃあ3ですよ、それは。3か、あれ初代じゃねえんだ。あの時にね、ゼブラ柄がすげえみたいなこと言って打ってた気がする。すぐがなんだっけ、エアバイブだっけ。それもなんか初めてのが出たんですよね。僕打ったことないですけど、2は仕事に2は。記憶が定かじゃない。まああんまり言うとあれだからあれだけどさ。ってことは待ってください。今の仕事人のアマデジのミドルタイプは打ってないんですか？打ってない。合剣とあと真剣。それ知らないわ。ああ、そうですね。じゃあ今日の演出みたいなの自体は初めてだったんですね。あれ自体は初めて。とあとは旅中にちょびっと打った塩気に。ずっと西村さん取水が出てきた、取水が出てきたって言ってませんでした？言ってないわ。そうやって言ってた時期あったけど。元ネタ知らないとね、あれね、モンドさんなのにシュスイシュスイってなっちゃうんだよね絶対。これみんな通ってるからきっと若いやつが打ってるやつはね衝撃だったな、あ、モンドって読むんだってシュスイじゃねえんだ。いやね、きっと皆さんあるあるだと思うんですよ、ね、絶対皆さんはねやってると思うんだよねそれあ、それは間違ってなかったですね。間違ってない、言ってました言ってました懐かしいな。で、まあ明日もうちに朝から行くんですか、本当に行こうよだってだよ、もうすげえな、行こうよ。もうあとさ、福島、まあ状況いいの分かったじゃん、はい、確実に間違いに今日も有料代手にしたしだよね、ずっと手にしてますからね有料代。そう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 、はい、すごいことじゃんきっと、うん、でこの後行く栃木、はい、まあ、おそらく悪いだろうっていう予想なんだよね、はい、であれば今やれることやっとかないといけないかなと思ってね。ありました、そうしましょう。じゃあ本当に、はい、もうバチコーンってバチコーン稼いで OK、はい、ピュピューってでもう一個けじめが大事ですからね。ええ、わかりました。はい、やろう。はい、それはね。じゃあ僕は今から全力でお風呂入ってすぐ寝るんで、西田さん頑張ってちょっと編集頑張ってください。いいよ。それは僕がやるから。はい。大丈夫。手の抜き方覚えたら大丈夫。よし。多分大丈夫。はい。うん。ちょっと話してる場合じゃないので、これ失礼します。はい。ありがとうございました。また明日。バイバイ。チャンネル登録してね。